おはよう、こんにちは、こんばんは、バブカボンです。さあ、やってまいりました、バブカボン帽子マスターへの道、イエーイ。ということで、また新しい帽子を紹介したいと思います。こちらです。じゃーん。リボンみたいな素材で編み込まれていて、縁にこう針金が入っているので動かせるんですよ。なので私はうねうねさせてミルククラウンみたいにしてみました。もうこれ何度かかぶって出かけてるんですけども、知らない人にもその帽子いいねって言われたりとか、お友達とかにはかき氷みたいだね、ふわふわしてるとか、結構好評でとても嬉しいです。こちらの帽子はスタイルなんだで購入しました。通販です。韓国のブランドなのかな。値段もお手頃ですぐ届いたし、おすすめです。いろんな色あったので、皆さんもぜひ買ってみてください。以上、帽子マスターへの道でした。バイバーイ。